神奈川県人権啓発センターです。本来であれば今月の8日に東京地裁で弁論準備手続きがあるはずだったんですね。解放同盟との裁判の。それが今はもう延期になって、次はいつ再開されるかまだ未定という状況です。まあ、どうしてかっていうと、もう皆さんお分かりの通りで、新型コロナウイルスこと COVID-19 のためですね。まあ、とても珍しいことなんですけども、民事訴訟はね、もうほとんど中断になってるそうです。不要不急の外出はやめるっていうのが今のね、国の方針なんで、まあ、この裁判なんかね、まあ、不要不急の最たるもので、実は前々日にこちらからファックスしてたんですね。もう非常事態宣言出されるから、これはもう中断した方がいいんじゃないかと。まあ、それでね、もう裁判所のね、書記官の方もね、いや、今検討中なんでって言ってたんだけども、もう前日に電話かかってきて中断になりましたっていうふうに連絡がありました。で、まあ、うちだけなんで、もう東京地裁のほとんどの裁判はそういう状態なんで、こちらが上申書を出さなくても、まあ、そういうことになったと思います。それでこれからどうなるかっていうところなんですけども、本当は8月から9月ぐらいにかけて証人尋問が行われるはずだったんですね。解放同盟側の関係者、あと我々に対して、いろいろと事実関係を確認する手続きですね。まあ、証言するわけです、法廷で。だけど今のような状況だと、まあ、まず無理でしょう。証人尋問って言ってもね、そう簡単にできるわけじゃないんですね。まずじゃあ誰を証人として尋問するかっていうことをまず決めないといけないし、じゃあそれが決まったら、今度はじゃあどういったことを聞くかっていうことも書面として事前に裁判所に出さないといけないんですね。で、今のところ決まってるのは、まあ、事件者側の2人が出るっていうことと、あとまあ事件者からじゃあこういうことを裁判官から聞いてほしいっていう書面を今回出したっていう、まあ、それだけなんです。だから解放同盟側はね、元人数が多いんだけど、まあ、全員尋問するっていうことはできるわけがないので、じゃあ誰を尋問するかっていうこともね、実は解放同盟からまだ書面も来てないんですよ、それも。で、まあ、いよいよ解放同盟が書面出したら、じゃあその中から裁判所が、じゃあこの人、この人にしましょうっていうことになって、そしてさらに解放同盟側とこっち側で双方で、じゃあこういうことを、尋問で尋ねましょうっていうようなことを書面として出すんですけども、中断してしまったんで、とてもそれがですね、8月や9月に間に合うとは思えないんですね。じゃあいつになるかっていうのはね、もう本当わかんないです。この間ね、中京ウイルスぶっころくんっていう動画上げてたんですけども、あれね、冗談じゃなくて結構ね、真面目にあれシミュレーションしてるんですよ。だから僕ね、個人的に今回、このコロナウイルスはね、本当、何が起こるか分かんないし、本当、やばいと思ってます。日本だったらなんか BCG あるから大丈夫とかね、言われてるけども、いや、結局、じゃあそれがどのくらい効いてるのかっても分かんないし、で、実際中国なんか BCG やっても、武漢でああいうことになったんでね、だから日本が大丈夫だっていう保証は全くなくて。あのシミュレーションを見ると、恐ろしいのは、自宅に留まるってやっても結構広がるんですね。一部の動く人がどん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 広げちゃうんですよ、あのシミュレーションだと。だから今後どうなるか本当わかんないですね。あのシミュレーション通りになっちゃうかもしれないわけですね。そしたらもういよいよ今年中尋問なんてできないんですね。まあ、それはそれとして、解放同盟側からも書面が届いてるんですよ。まず大阪市立大学のね、阿久澤麻理子教授ですね。その人からまた再犯論書っていうのが来てるんですね。まあ、僕は阿久澤麻理子さんが書いてることを、まあ、ボロクソに書面で反論したからですね、そんな死の交渉なんてなかったってね、もう今、教科書からも死の交渉なくなってるのに、何古いことを言ってんだって言って、っていうことを書いて。で、あとは、そもそも部落差別ってのは系譜によるもんなのに、なぜかその土地の問題にすり替えられてるじゃないかと。で、
まあ、現に原告のね、出身部落っていうのも、歴史的にはそんな、先民とは何の関係ないところもあるんだぞと、まあ、そういうことをまあ書いたわけですよ。そしたら、でもなんかわざわざこんなものに反論するのかなっていうのがね、意地があるのかな。だって僕なんてただのね、素人の一般人じゃないですか。向こう、大阪市大の教授ですよ。教授が僕の言ってることなんてね、ざれ言だと思って、まあ聞き流せばいいようなものなのに、こうやってわざわざ反論をするっていうことは、やっぱ僕の言ったことは相当図星だったんですよ。痛かったんですよ。ね。教授様にとって。それで、阿久沢真理子さんがどういう反論をしてるかっていうと、まあ、あくまで、今は俗知的なものなんだけども、起源は系譜的なものだって言って、まあ言ってるんですよ。そんなのも話が噛み合わないんですよね。起源がどうこうなりも、じゃあ実際その原告っていうのはね、その部落の起源であるその俗人的なものに関係あるのかっていうことはね、全然そういう話はしないわけですね。で、挙句の果てに奥田仁志の本を、証拠として出してますね。土地差別ってやつですね。で、僕も動画で何度もネタにしたけど、あんなマッチポンドですから、奥田仁志っていうのは、公園でね、京都の部落のど真ん中でに住んだら、ね、生まれた子供が差別されるっていうようなことを言ってるような人ですからね。だから完全マッチポンプなんですよ。でも、属人主義っていうのは、完全にこれは同和対策事業が作ったものですからね、戦後の。その江戸時代ぐらいに、そんな属地主義なんていうものが制度としてあったっていうのは、僕は一つも見たことがないですよ。まあ確かにね、その民主の意識として、あそこが部落だとか、あそこに住んでるもんはっていうのはあったんだろうけども、あくまでその身分っていうのは血統ですからね。その行政の仕組みとして作られたっていうのは、やっぱ僕は今の憲法下になってからだと思ってますからね。それと、あと、まあ、実際は、まあ、先民の部落とは全然関係ない。例えば、呉の部落とか、あと大阪の西成ですよね。呉の山の手と西成については、なんか特殊な事例で、それで、そんな全部一般、部落全般に当てはまることではないことを言ってるけど、何を言ってるかっていう話ですよね。まあ、現に建国に、赤井さんかな、あの人、西成でしょ？それで、あと、呉の山の手にも、現に原告にいるわけですよ。じゃあ、その部落は、まあ、特殊な事例だっていうのは、じゃあ、その原告もちょっと特殊な扱いをするっていうことなんですかね、今回の裁判で。で、あと、一部の事例を持って全体を見るのはどうかっていうけど、それってまさに解放同盟とか、同和行政がやってることですから、サンプリングして一部の部落をね、調べただけで、それでなんか全国一律に、それ同和事業ってやってしまってるし、今の啓発にしても、その一部の部落の状況を、まるで全体のことに言うわけですね。それは一部の事例を全体に、それはあんたらがやってることじゃないですかって僕は思うんですよね。あと、私はね、以前の動画で、解放同盟の住所地に自分の本籍を移したことについてね、なんか冒涜だとか、むちゃくちゃ言われてるんだけども、まあそういうふうにね、まあ、取る気持ちも分かるには分かるんだけど、だけどね、その本籍地で部落出身分かるって、むちゃくちゃないってことを言ってるわけじゃないですか。じゃあ、それがどれだけむちゃくちゃなことかっていうことを証明するのに、もうこれ以上の方法ってないわけですよ。一番分かりやすいわけじゃないですか。原告、自分ら部落出身です。自分の本籍地も住所もね、部落だから自分部落出身なんですって言ってるわけでしょ。じゃあ、そこにじゃあ自分移したら部落民になるわけじゃないですか。こんなおかしな話ありますかと。だから僕はそれを証明するためにやったわけで、それは冒涜って捉えるのは勝手だけど、それは冒涜っていうよりは、なんていうかな、結局おかしなことを言い続けて、それがいかにおかしなことかっていうことを、僕はね、すごく分かりやすい形で証明したから、うわー、論破された、悔しいっていう、まあそういう感情を冒涜というふうに捉えてるんだと僕は思います。あと、副委員長の片岡さんも、再反論の陳述書を出してるんですけども、その中で書いてあって気になったのはね、まあ結局僕のこの YouTube チャンネルとかのブログとかそういうものについて、もうあんな差別をなんで放置するんだっていうふうにね、もう同盟員からも幹部はいろいろ責められてて、それがまあ解放同盟に対するもう業務妨害みたいな、まあそういうことを書かれてるんですね。
まあ実際そういうことあるんでしょう。多分ね、差別者をどうにもできないのかと、解放同盟は一体何なんだっていうふうにまあ言われてるんでしょうね、幹部が。だから焦ってるんだと思います。それでね、解放同盟員の方々に僕は言いたいのは、やっぱ人を非難したり恨んだりするっていうのはやっぱこうマイナスの感情なんで、そういうことをするよりは誰かを応援するっていうことがいいと思うんですね。だから僕はおすすめなのは、解放同盟の幹部を恨んだり非難するのはダメです。それよりももう洗脳から解かれてですね、神奈川県人権啓発センターを応援するべきなんですよ、解放同盟員の方は。そうした方が明らかにそれはもうプラスの感情でしょ。そうした方が幸せになれるし、ブラック解放につながっていくと、まあ、僕は確信できるんですよね。なので、ぜひとも、ね、解放同盟の方々は洗脳を解かれてですね、このチャンネルにぜひチャンネル登録していただきたいと思います。ということで、今日の啓発動画でした。